オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンが昨年の今は亡きあの人に伝えたい言葉プロジェクトで入選された作品からご紹介いたします。今日の作品はおばあちゃんへ、長野県塩尻市29歳の方の作品です。おばあちゃんへ。こちらはもうじき春です。天国は年中暖かいのかな。たくさんの花が咲き乱れて美しいところなのかな。この時期おばあちゃんとの思い出がたくさん思い起こされます。まだ雪の残る庭に咲く福寿草を二人で縁側から眺めたね。花の数が増えて賑やかになっていく日々、毎日今日はどうなっているかなって期待でワクワクしたね。おばあちゃんが手をかけて育てた庭は天国のようだったなと今になって思います。愛らしいチューリップたち、自分が絵本の主人公になったみたいな気持ちでじっと見つめていた。水仙に縁取られた道、大きな花束のようで抱えたくなるマーガレット、親しみのある植物や実をつける木々が当たり前にたくさん存在していて、果実もどんどんつまみ食いしていたね。自分の手で取って食べるってなんて素敵なことだったんだろう。味わいも特別だった。しっかり舌の上に思い出される味、自然にぐっと近づいて仲間になれたみたいだったね。おばあちゃんが私にしてくれたことを思うと心が温かくなります。笑顔の多い子は幸せをつかむよって心に刻んでくれた。赤ちゃんの私の足の裏をくすぐってたくさん笑わせてくれたり、笑ってみれって笑顔を引き出してくれた。もうじき3歳の娘もよく笑うよ。笑顔を見ているとそれだけで幸せな気持ちでいっぱいになるね。おばあちゃんは褒めてくれることも叱ってくれることもたくさんあって見ててくれたんだなって今になって思います。自分らしさや自信や原点に立ち戻れる私の根っこを育ててくれたんだなって感謝でいっぱいです。見せてくれた風景やかけてくれた言葉、周りへの愛情にあふれていた人だったんだなって思います。私はおばあちゃんのそんな姿をそばで見ることができたんだから、そんな風になっていきたいって思うことができて幸せです。実家へ帰ると仏壇の前にいる時間が長くなります。おばあちゃんに話しかけているうちに会話ができたようになって、心穏やかになり元気が湧いてきたり、仏間はおばあちゃんと私たちが心を静かにしてつながれる場所なんだね。娘も仏間でよく遊んでいて、こうしているとみんなで一緒の時を過ごしているみたいだな、見守ってもらっているなって気持ちになります。ありがとうって気持ちは尽きることがありません。不思議とどんどん湧いてくる言葉です。その思いを日々おばあちゃんがしていたように周りの世界へ伝わるようにしていきます。今日は長野県塩尻市29歳の方のおばあちゃんへご紹介しました。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。ここで第2回
今は亡きあの人へ伝えたい言葉募集のお知らせです。今は亡きあの人へ伝えたい言葉プロジェクトは、個人の尊厳を守り、ご遺族をいたわる心を第一とする全国の葬儀社が実行委員会を結成して実施し、オフィスシオンも実行委員会に参画しています。父母、祖父母、先生、友人など、あの人と飼って一緒にいた時に言えなかったこと、思い出やあの人が亡くなった後に伝えたくなったこと、感謝の気持ちなどを手紙に綴ってください。亡き人を弔うお葬式やお仏壇、お墓でのエピソードなどを交えた手紙も歓迎します。応募規定は400字詰め原稿用紙2枚程度、形式は自由ですが、創作は対象外です。応募作品は出版物として書籍化し、ウェブサイトに掲載します。応募された方は応募の時点で作品を公表することに同意されたとみなさせていただきます。5月31日必着となります。詳しくは、今は亡きあの人へ伝えたい言葉で検索、募集サイトをご覧ください。ここオリエント館にもポスターを貼り、チラシを置いています。また、皆様からのご質問やご意見、ご感想を募集しています。お寄せいただきました方には、葬にまつわる体験談集、時を超えてを漏れなくプレゼントいたします。そして今回は、オフィスシオン、寺尾俊一社長の著作、老い自宅練習帳を10名様にプレゼントいたします。この本をご希望の方は、老い自宅練習帳希望と書き添えてください。ご意見、ご感想、そして本希望の方は、住所氏名をお書きの上、メールの方は、info@nara.fm、info@nara.fm、 ファックスの方はファックス番号 074224-8422、 074224-8422。 お便り、おはがきの方は、郵便番号 630-8334、 奈良市西野信也町43、いずれも nara.fm オフィスシオンの係までお送りください。お問い合わせは 074224-8415、 074224-8415、 奈良 .fm へお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。